ハレルヤ。いつもお祈りくださり心より感謝をいたします。救世軍オンライン祈祷会も200回を迎えました。皆さんに支えられていることを本当にありがとうございます。コロナウイルス感染拡大の中、私たちはしっかりと心を合わせてさらに祈っていきたいと思います。神の栄光を見たいと思います。皆さんお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。アーメン。第200回12月17日木曜日、救世軍オンライン祈祷会。聖書ルカによる福音書1章47節48節。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアは救い主を身ごもった恵みを心から神に感謝しました。神は取るに足りないマリアに大切な存在として目を留めてくださいました。私たち一人一人も神にとって大切な存在です。神は私たちに目を留め、大切に扱い、私たちのために救い主を使わせてくださいました。私たちはこの救い主によって救われ、恵みの中に生かされ、幸いなもの、すなわちとっても羨ましい状態にいるものとなります。神が目を留めてくださったのでマリアは幸いなものとなりました。私たちも神を信じて罪から救われ、天に国籍を持つものとされ、周りの人から羨ましがられるほどの幸いなものとなっています。神が目を留めていてくださる幸いなものとして歩みましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、コロナの世界的感染拡大が収まりますように。安全で有効なワクチンが必要なところに届きますように。3、喜びに満ちたクリスマスを迎えることができますように。私たちを幸いなものとしてくださる神様、今日も祈ることができて心から感謝をいたします。あなたが私たちの心をいつも導いてくださり、幸いなものとしてくださるから感謝をいたします。コロナの感染拡大が終わりますように。また神様、このクリスマス、イエス様の誕生を心からお祝いする良い時として導いてください。お一人お一人の生きるための戦いの上にあなたが共にいてくださいますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。